千原美里千原美里の作品シング・オール・ラブ、シング・オール・ラブは、千原美里の3枚目のオリジナルアルバム。2010年2月17日に、グロリヘブンから発売された。グロリヘブンレーベルに移籍してから、初の CD アルバムで、通常版と DVD 同梱初回限定版、ブルーレイ同梱初回限定版の3パターンがリリース、された。今までは1単語だった。 アルバムタイトルが今回は複数のワードのものとなった。アルバムタイトル通り、恋人や友達、家族など様々な形の愛を歌った14曲が収録されている。そのほとんどがアグレッシブかつ熱い楽曲になっている。前作、パレード以降に発売されたトゥモローズチャンス h a n c e p を含む14曲を収録。なお、14曲目に収録されているシングフォーユーは、 自身が初めて作詞をした作品である。2009年12月23日に発売となったシングルプレシャス1と2010年2月24日に発売されたシングル優しい忘却、そして本作の初回生産分に封入されるそれぞれ異なる応募券を集めることによる連動キャンペーンを実施。当選者は2010年4月3日に実施された 千原美里スペシャルイベント、千原美里のラジオマイナースムの公開録音に招待された。発売前の2010年1月28日には、プレス工場のメモリーテック、つくば工場に、かやはらが来訪し、出荷前のアルバム CD30 枚、初回特典ブルーレイと DVD10 枚ずつの、計50枚に、直筆サインを行っている。CD ジャーナルは、ストリングスを交えた。 トランシーナ4つ打ちビートをう軸にして心から湧き上がる思いを歌っている。茅原の音楽面でのスタイルや穏やかな表情、温かい姿も見せた茅原の多面性を表現した作品になっている。と批評した。覚醒フィラメント4時53分フィナールモラトリアム4時32分トゥモローズチャンス 4時57分書きかけのデスティニー。3時57分孤独の結晶。4時10分ラブメディシン。5時34分雨音のベール。4時51分 t ツー、3時56分プレシャスワン。5時23分サクラピアス。4時19分フォーリングヘブンズナウ。4時48分フレーム。4時50分パーフェクトエネルギー。4時18分シングフォーユー。 6時8分2009年8月2日に川口湖ステラシアターにて開催された本人初の野外ライブミノリチ原ハラライブ2009サマーキャンプの模様を収録。収録内容はおよそ120分。チ原ハラ自身の CD アルバムとしては映像ディスクが付属するのは今作が初。普段歌手活動のライブではなかなか歌われることのないデビューアルバムヒロインの楽曲や キャラクターソングを歌うだけでなく、プリンセスプリンセスやビーズの楽曲もカバーした貴重なライブとなったが、それらは著作権の関係でカットされている。音声フォーマットとしては、DVD ではリニア PCM のみの採用に対して、BD ではリニア PCM に加えてドルビートルドが採用されている。音声は24ビット収録となっている。パーフェクトエネルギーに関するカテゴリー。 ありがとうございます。